スダコ。リサのスダコ。リサのスダコが実践する4つの街づくり。その3、誰もが実感できる健全な暮らしの街。生活に困っている方、やはりね、まずは相談だと思うんですね。やっぱり全方位型で、どこから生活に困っているのかということがあると思うので、ぜひその相談体制を強化する、伴走型支援もしていく、そういった体制を取りたいというふうに思っております。引きこもりに対しても、医療的なことなのか、それとも環境的なことなのか、その内容をしっかりと聞き取って、どういうことをしていけばその方の支援になるのか、病院の先生とも連携しながらやっていく、これを続けていく。医療だけではなくって、生活が苦しい、そういうこともトータルでですね、支援していく。この支援のその各部署、役所の中でも各部署がですね、それぞれ連携を取る、これをですね、ちゃんとやっていくことが大事なので、これ今までも私もやってきましたし、これからもですね、これを進めていきたいっていうふうに思っています。介護はそうですね、本人の問題と、そして家族の問題あると思うんですけれども、本人についてはですね、要介護にならないように予防大事だと思うんですね。その健全なところと、認知のところとの間にフレイルっていうのがあるんですけれども、そのフレイルの、予防っていう、フレイル予防っていうことで体操とかね、そういうことがあるので、そういったことに参加していただきたいなっていうふうに思います。皆さんと会話をすることとか、いろんなところでですね、みんなと交流すること、これが大事なので、いろんなところに出ていけるような、そんな地域を作っていきたいなっていうふうに思います。誰もが実感できる暮らしやすい寝屋川市、私久野にご期待ください。